歴史エッセイストの白駒ひとみです。私は日頃、日本の歴史や文化の素晴らしさをお伝えする講演や執筆を行っています。YouTube では NHK 大河ドラマ、光る君へを丸ごとドラマとして楽しみつつ、源氏物語の魅力も同時に味わえるオリジナルの解説を毎週お届けしております。光る君へ第14話、星落ちてなお。予期せぬ再会に二人の表情が固まったところが、前回のラストシーンでした。自分が送った監視を道長がずっと大切にし、婿入りしていたことを知った真宙はどんな思いだったのでしょうね。そして私が気になるのは道長の思いです。監視を大切にしまっておくという男性心理は、真宙とは結ばれなくてもずっと好きで、その思いを胸に秘めておくということなのでしょうか。それとも恋だの愛だのという熱い思いを消化させ、自分の志の原点として大切にし続けているのでしょうか。第14話の冒頭で道長の表情からそれを読み取れるのかなと期待していましたが、私にはそのどちらの可能性もあるように思えて、まだよくわかりません。ぜひ男性の皆様のご意見、そしてもちろん女性のご意見も聞かせていただきたいです。なぜこんな話から始めたのかというと、もし道長が真宙への思いを大切に胸に秘めていたとすれば、それって光源氏と藤壺ではないかと思ったからです。光源氏の心には常に藤壺という永遠の女性の存在があり、彼女の面影を追って多くの女性と恋愛遍歴を重ねていきます。藤壺は光源氏の父、桐壺の帝の妃ですが、実は桐壺の帝が亡き桐壺の行為の面影を藤壺に求めていたのは明らか。等身大の藤壺を心から愛したのが光源氏でした。光源氏と藤壺はそれぞれが相手への愛を胸に秘め、生涯に二度契りを結んでいます。そして男の子まで授かっているのです。その子は桐壺の帝の巫女として後に好意につくことになるのですが、もしも道長と真宙の関係を大石静香先生がこの光源氏と藤壺に重ねていらっしゃるのだとしたら、二人の恋をこのまま終わりにするわけにはいかないでしょう。世間に公表できなくても、幼い子供の親として同志のような関係性に昇華していった光源氏と藤壺、もしかしたら道長と真宙の間にもこの先そんな秘め事が設定されているのかしらと、もうドキドキが止まらないのです。で、そのヒントを読み取ろうと思ったのですが、それが叶わぬままドラマの中で道長の前から去っていく真宙の耳に、お父上のお帰りでございますよという声が切なく響き、私まで現実、つまりドラマのこの時点に引き戻されてしまいました。二人を光源氏と藤壺に見立てているのだとしたら、これこそ最大の隠れ源氏ですよね。これに関してぜひ皆様と意見交換できたらなと思っております。さて、第14話は清少納言の再登場に心ときめき、さらに貞子様と一条天皇の愛らしさに癒されましたが、なんといっても最大の出来事は兼家の死ですよね。孫である一条天皇の即位、後継ぎである道隆の娘貞子の受胎で、あれだけ兼家が守りたかった家を盤石のものとし、その繁栄が約束される中、出家して死を迎える兼家。光る君へでは、藤原氏が排斥した源高明の娘明子が兼家を受所するという設定でしたが、その受所が原因なのかは分かりませんが、時を同じくして兼家と明子のお腹の中の子が亡くなってしまうという衝撃の展開。この流産は私が調べた限りでは資料が見つからず、ドラマオリジナルのストーリーと思われますが、ドラマの中の道長は父と子を同時に亡くすという悲しみの中で、流産した明子に愛情深く接していきます。すると明子の中に道長への愛が芽生えていくという新たな関係性が始まることを予感させる流れとなりました。この点、父親の墓中に主職にふける道兼に愛想を尽かした妻の茂子と道長の生の明子は対照的に描かれていましたね。ちなみに道兼の妻茂子は兼家の腹違いの妹ですから、甥と叔母の結婚ということになります。これは史実の通りでして、二人の間には
高子という娘もいて、この子は後に一条天皇に受胎します。重子自身、一条天皇の乳母として仕えていたので、自分の娘が手塩にかけて育てた天皇に受胎するというのは、格別な思いがあったでしょうね。その重子と道兼の結婚生活は長くは続かず、ドラマでも重子の好いた殿子ができましたというセリフがありましたが、重子は道兼と別れた後、別の男性と再婚するのです。ネタバレになってしまいますが、その相手は兼家の側近だった平の是仲。再婚後も彼女は一条天皇の母である藤原の明子からとても大切にされましたし、夫との死別後も道長の庇護を受けました。そんな重子とおぼしき人物を清少納言は枕草子153段羨ましげなるもので取り上げています。天皇や皇太后から格別に大切にされる存在は、皇宮のどこにでも顔パスで出入りできたでしょうし、一条天皇の治世が長かったため、有力者の庇護を生涯を通じて受けられ、さらに年を重ねても若い世代から大切にされている彼女を、清少納言は羨ましいと思ったのでしょうね。私からしてみたら、そんな清少納言が可愛いんですけどね。ドラマでは、道兼がヒールとして描かれていますから、妻の重子は男運が悪かったのかと思いきや、離婚や死別を経験しながらも、しなやかにたくましく生き抜いたことを知ると、なんだか気持ちが明るくなりますね。さて、兼家に話を戻しましょう。式が近いことを悟った兼家が、将の一人で、かげろう日記を表した安子と、病床でしみじみと語り合うシーンは、よかったですね。この場面は資料として残っているわけではなく、ドラマオリジナルですが、実際に兼家がこんな風に死を迎えたとしたら、救われるなぁと思わせてくれる、胸にジーンとくる味わい深い場面でした。兼家は後に百人一首に収載されることとなる彼女の歌を口ずさみました。嘆きつつ、一人ぬる世の悪魔は、いかに久しきものとかは知る。嘆きつつ、一人ぬる世の悪魔は、いかに久しきものとかは知る。あなたが来てくださらないことを嘆き悲しみながら、一人で過ごす私にとって、夜が明けるのがどれほど長く感じられるものか、あなたはご存知でしょうか。ご存知ないでしょうね。安子がまだ若かった頃、他の女性に心を奪われ、安子のもとに通うことがなくなった兼家に送った歌。単なる恨みや嘆きを込めただけでなく、自分のもとへ戻ってきてほしいという本音。家に来たのに門前払いにしてしまったことへの後悔や弁解など、複雑な女心を詠んだ歌で、夜が明くると戸が明くるをかけるなど、技巧的にも優れていると高く評価されてきた歌です。第6話で、源智子を囲むサロンで、かげろう日記がテーマになったとき、真宙は、かげろう日記は女の嘆きを綴ったものではない。身分の低い女性が身分の高い殿子に愛され、煩悩の限り激しく生きたという自慢話では、と、その作品の奥深くにある作者の心情に迫っていましたが、私もこの真宙のかげろう日記感に大賛成なんです。そしてあれだけ権力を欲し、それを手に入れるためには手段を選ばなかった兼家に対し、私がそこまで悪い感情を抱かず、むしろ親しみさえ覚えてしまうのは、かげろう日記のそこかしこに兼家の可愛げが描写されているからなのです。このあたり、当人同士にしかわからない機微というものがあると思うのですが、まさにドラマの兼家が、あれは良かったの。輝かしき日々であったと振り返った場面は、男女の機微、そして人生の機微が感じられ、涙腺崩壊でした。この兼家という偉大な父の後を継いだのは、嫡男の道隆です。道隆は文武に秀でた息子の是親を弱冠17歳で九郎殿等に抜擢。この身内びいきの人事に対して、このままでは代理の秩序が乱れると、
藤原実助が妻に不満をぶちまけると、妻はそのお話は明日の朝日記に書けばよろしいでしょう。この夫婦のやりとりには笑わされましたね。第12話の解説動画でお伝えした通り、実助は先妻を亡くした後、火山天皇の女房を務め、村上天皇や醍醐天皇の血を引く艶子女王と再婚しています。夫婦の会話はドラマオリジナルのストーリーと思われますが、実助が藤原道隆の横暴について小遊記に記したことは事実です。史実をこういう茶目っ気たっぷりのシナリオで包み込んでドラマに織り込むところは、この作品の魅力の一つですね。さて、良き家庭人でもあった道隆は、妻の高品の高子と相談し、これちかの婿入りの相手を選ぶために、自邸で和歌の会を開きました。そこに、真宙と桔梗、平安時代を代表する二人の妻女も招かれたのですが、桔梗の父親、清原の元助が亡くなったことが、二人の話の中に出てきました。元助の死についての試験を、私は第13話の解説動画でお話ししましたが、今回の二人の会話がそれを裏付けてくれたような気がしてほっとしています。この和歌の会、第6話で開催された監視の会と対をなしていますね。監視の会は有力な貴族を自分の自営に取り込むために企画され、今回はこれちかのために女性との出会いの場として和歌の会が開催されたのです。監視の会と和歌の会、共にこのようなシチュエーションで道隆が開催したかどうかは定かではありませんが、時代交渉としてはとても自然に受け入れられる流れですよね。監視の会のお題は酒でしたが、和歌の会のお題は秋。かつて参加者を前に真宙への熱い思いを監視に託した道長のことを真宙は思い出していたのでしょうか。この和歌の会の描写はあっという間に終わってしまいましたが、唯一取り上げられた和歌が味わい深いものでした。秋風の打ち吹くごとに高砂の、尾上の鹿の鳴かぬ日ぞ泣き。秋風の打ち吹くごとに高砂の、尾上の鹿の鳴かぬ日ぞ泣き。直訳すれば、秋風が吹くたびに高砂の峰にいる鹿が鳴かない日はないとなりますが、これはあなたを恋しく思い泣かない日はないという恋心を鹿に託したのでしょう。安子の歌と重なる部分もありますが、有名な歌人が読んだものではなく、読み人知らずの歌。無数にある秋の歌の中でことさらこの歌をドラマで取り上げたのは、この歌が周囲和歌集に収載されているからでしょう。周囲和歌集は火山院の命によって編纂されたと言われています。実は火山院は政治の表舞台からは退場しましたが、出家後も和歌をはじめとする文化面では大いに活躍しています。そして今後、光る君への登場人物たちの運命を大きく変える出来事にも関わっていくのです。視聴者が火山院を忘れないように、ここで周囲和歌集を登場させたのではないかと私は見ています。和歌の会が終わると、桔梗が真宙をわざわざ訪ねてきました。桔梗は和歌の会に参加していた姫君たちをこき下ろします。より良き婿を取ることしか考えず、志を持たず、己を磨かず、退屈な暮らしをそうと気づく力もない。いや、この潔さに私は拍手喝采を送りました。真宙はあっけに取られますが、実はこれは真宙の心の声でもあったと思うのです。桔梗と真宙は才能も考え方もよく似ている。一方はそれを言葉にして表現し、他方は内に秘めて思索を深めていく。二人はまるで一対、陰と陽です。だから互いに惹かれ合うのでしょうね。さらに桔梗は真宙に思いの丈をぶつけます。私は私のために生きたい。宮中に女房として出資し、広く世の中を知りたい。夫も息子も捨てる。己のために生きることが、他の人の役にも立つような、そんな道を見つけたい。この後の貞子のサロンでの活躍を予言するかのようなセリフですが、これは多分にドラマの設定が反映されており、
等身大の聖少納言とは少し異なるように私には思えます。聖少納言は確かに夫と離婚して宮仕えを始めますが、元夫との仲はその後もずっと良好で、二人は助け合っているような印象を受けます。どちらかといえば聖少納言が夫を捨てたのではなく、夫の立花の範光が妻の活躍を願い身を引いたという方が実情に近いのかなと思います。また宮仕えを始めた頃の聖少納言はきらびやかな世界に圧倒され緊張しっぱなしで、後の彼女からは想像がつかないほどおとなしかったようです。そんな彼女を貞子が折に触れ気にかけ、その才能を引き出していったのです。ですから今回の帰郷のセリフは、私の描く聖少納言像とは少し異なっていますが、真宙自身が認識していない心の声として、今後の真宙の人生を示唆するような流れになるのかもしれません。ドラマではこの後、せっかく自分の使命を見つけ種という少女に文字を教えることに生きがいを見出していた真宙が、厳しい現実を突きつけられるシーンも描かれていました。また道長も真宙の望む世を作るため政治に関する意見を述べるなど、自分の理想に向けて歩み始めますが、ことごとく却下される日々。よもや志をくじかれ、すべてを諦めてしまう二人ではないと思いますが、互いに月を見つめ、自分の志と、そしてその前に立ちはだかる厳しい現実と向き合う二人が、どうやって現状を打破していくのか見守っていきましょう。さあ、この解説動画もいよいよクライマックスへ。私は何度も過去の解説動画の中で、聖少納言愛を、そして貞子への憧れを語ってきました。でも本当に残念なことに、貞子の実家である中野関白家、つまり藤原道隆ファミリーの映画は長続きしないのです。その終わりの始まりが第14話で描かれました。兼家は自分が摂政となった時に露骨に息子たちを昇進させましたが、後を継いだ道隆は身内びいきの度を超えてしまい、貴族たちの反感を買うのです。これちかの九郎殿等への就任はその一つに過ぎず、決定打は前例のない中、兼家の喪が明けないうちに娘の貞子を中宮にしたことです。第14話のラストシーンを思い起こしてください。天皇の御前で摂政藤原道隆が貞子様を中宮にお立てすることといたします。お上いかがでございましょうと提案。多くの苦行が驚く中、まだ幼い一条天皇が、朕は貞子を中宮にすると道隆の提案を受け入れます。そして短い沈黙の後、道隆の独裁が始まったというナレーションで14話の幕が閉じました。中宮とは律令制で定められた天皇の嫡妻、つまり正妻です。別名を皇后とも言います。女房や皇位も妻ではありますが、天皇の嫡妻と国家が認めたのは中宮、つまり皇后だけ。男性貴族はどれだけ出世しても、また仮に自分の孫が天皇になったとしても、天皇に仕える臣下であることに変わりはなく、天皇家の一員になることはできません。しかし天皇の妻は皇族でなくても中宮になると皇族の仲間入りをし、天皇の血を分けた親王や内親王と同じように宮と呼ばれました。実はもともと中宮イコール皇后になれるのは皇族出身の女性だけでしたが、奈良時代に藤原氏出身の聖武天皇の妻光明皇后が飛鳥部姫から皇后になったことで、皇族出身という条件は外されたのです。中宮は単に天皇の妻であるだけでなく、国家のための神事などの役割を担っています。その遂行のために中宮式という国家機関が設けられ、事務に当たりました。また中宮は官位や官職を与えることのできる独自の人事権を持っていました。つまり中宮は他の妻とは別格の高貴さと政治経済における絶大な権力を持っていたのです。天皇の妻が中宮に立つことを立后と言います。本人にとってはもちろん、
実家の父や兄弟にとっても圧倒的な名誉であり、さらに中宮になると地位を保証されます。その地位は夫である天皇からも独立していて、天皇が上位しても崩御しても本人が生きている限り、中宮は中宮で居続けることができるのです。あまたの女房の中で中宮となることを熱望した女性たちや、その実家の人々の気持ちがわかりますよね。新しい中宮が決まると、それまでの中宮は皇太后、皇太后は対皇太后と呼称が変わります。しかし例外として天皇の母は仮に中宮を経なくても皇太后となれるのです。一条天皇の母、明子がその例に当てはまります。明子は圓遊天皇の女房として受胎し、圓遊天皇ただ一人の御子を設けながら、中宮の座をめぐる争いでは信子に敗れました。しかし、我が子である一条天皇の即位とともに、彼女は皇太后の地位を得たのです。つまり一条天皇の時代、中宮は前前代の圓遊天皇の妻、信子。皇太后は一条天皇の母、明子。対皇太后は圓遊天皇のさらに前代である冷泉天皇の妻、政子と3名の中宮が存在しました。本来であれば一条天皇唯一の女房である貞子が立候補するのは自然な流れなのですが、貞子を中宮にすると中宮が4人ということになります。これが前例にないのです。貴族社会は前例が重視されますから、苦行の多くは前例のない道高の提案にありえぬと意見を表明したのです。中宮3名のうち誰かが亡くなるなどして欠員が出ていれば、貞子の立候補は多くの苦行に抵抗なく受け入れられたでしょう。しかし中宮の席は3つとも埋まっているのですから、空席ができるまで待たなければいけません。それが道高にはできなかったのですね。一条天皇はまだ元服を終えたばかりで、貞子は唯一の女房。空席ができるまで待っていると、他の女房が受胎し、その女性に巫女が生まれるかもしれないからです。この道高の焦りは、三名の中宮に欠員が出るのはまだまだ先だと感じたところに起因するのかもしれません。そう考えると、圓遊天皇が明子を遠ざけ、信子を中宮に立てたことが、聞いていますよね。貞子びいきの私は聞きすぎていると言いたいぐらいです。圓遊天皇が唯一の御子を産んだ明子を素直に中宮にしていれば、一つ空席ができて、貞子の立候には何の問題もなかったのですから。そうなれば歴史は書き換えられたでしょうね。歴史って本当に紙一重なんですよね。話は光る君へ第14話に戻りますが、空席のない中で貞子の立候を実現するには、貞子を4人目の中宮にする必要があり、そのために道高はウルトラシーを思いつき決行します。中宮イコール皇后であるはずなのに、信子の地位を中宮と皇后の2つに分割し、信子を皇后とし、貞子を中宮に立てるというものです。これってどう考えてもおかしいのです。例えば、総理大臣の別名が首相。総理と首相がそれぞれ一人ずついたらおかしいですよね。こんな禁じ手を使って、道高は娘を中宮に押し上げたのです。まあ、藤原氏にとって、先例を破るのはお家芸かもしれませんけどね。そんな道高に多くの貴族が反発します。藤原の実助は、省略元年9月の日記に、驚き、怪しむこと少なからず、と記しており、前代未聞のやり方に強い違和感を覚えたことが伝わってきます。道高の政権は道高ファミリーに都合の良い人事や政策を強硬に進め、先例を破ることが少なくありませんでした。そんな道高から貴族たちの心が離れていくのは時間の問題でした。ただドラマでも描かれていた通り、一条天皇の貞子への愛は尋常ならざるものがあり、そのベースにはアカデミックでありながら温かい雰囲気を醸し出す貞子の実家に対する一条天皇の信頼がありました。ですから表面上は道高ファミリーの我が世の春がまさに始まり、しばらく続くことになるのです。しかしそれは中関白家の映画の
終わりの始まりでもありました。今回道隆が作った前例は、道長の栄華の種をも蒔いてしまうのです。その種が芽を出すのはまだまだ先の話です。ここでは貞子立候後の道長の反応をお伝えしましょう。貞子が中宮になると、道隆は道長を中宮大夫に任命し、味方に取り込もうと企てました。しかし道長は父兼家の喪中であることを理由に、貞子の立候の儀式に参加しませんでした。喪も明けないうちに娘の立候に躍起になった兄への当てつけでしょう。そして貞子の立候から2ヶ月余りが経った正暦元年12月、道長は3歳の娘明子の着子の式を執り行い、公卿たちを招きました。着子は幼い子供が初めて袴をつける儀式で、明子は貴族社会へのデビューを飾ったのです。明子が一条天皇に受戴するのは9年後。この間一族の中で権力闘争が繰り広げられ、さらに明子の受戴をきっかけに道長と真宙の関係性も変質していくのでしょう。ドラマの続きを早く見たいですね。そして中関白家の映画、その終わりの始まりは、貞子びいきの私には相当辛いのですが、その行く末を見届けたからこそ、どこまでも明るい筆致で枕草子を書き上げ、中関白家の素晴らしさと平安の美意識を後世に伝えた清少納言を見習って、この動画解説シリーズに貞子ラブな思いを込め、私も発信していきたいと思います。というわけで、大河ドラマ光る君へ第14話の解説をお届けしました。最後までご視聴くださりありがとうございました。このチャンネルを面白いと思ってくださった方は、高評価ボタンやチャンネル登録をお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。